はい、今日はアレミネ人道お店のチビタダニというところへ来ています。斜面は向こう側です。斜面はこんな感じで、ここが撮影会場です。でドローンはこれで、DJI の Mavic 2 Pro で、これをここ谷地形になってるんですが、まあこういう感じで、飛びながらスイッチバック方式に上がっていくと。で、カメラも、飛行高度とカメラの高さを変えながらこう往復運動をすると。すぐ上の10メートルのところと向こう奥行き70メートルのところを往復します。で左右に動くので、これ、左右にセンサーはこうやってついてるんですが、ライチでの自動飛行ではこのセンサーは効きませんので、左右にぶつかる可能性があるので、なるべく、飛行速度は遅く設定してありますが、何かもし障害物があった時にはこれで一瞬当たってじっとしている時にミッションを中断するというボタンをオペレーターが押す時間稼ぎのために、このガードがあるといいと思うのでガードをつけています。では今からライチのミッションを呼び出して撮影を開始します。はい、本体オン。はい、コントローラーもオン。そうすると、ケーブル、USB ケーブルで接続してある、iPad が自動的に起動して、ホームボタンを押してロック解除してパスコードを入れて、で、ここにありますが、このこれがライチですね。このライチを呼び出します。あ、今日は来たな、背景の衛星画像。前回来なかったんですが。で、この青い丸が、この iPad の場所で、赤い三角形が機体の場所ですね。ほとんど同じ場所にいますが。で、ここから今、このオープンミッションで、ミッションを呼び出して、チビタダニの動画からやりますね。チビタダニ動画を呼び出します。で、読み込みを押すと。そうすると、こういう感じで、今我々がここにいて、ちょっと奥ですね。ちょっと向こう側、斜面寄りのところが1番で、2番、3番、4番というふうに、上がっていって、これ今39と40となってますが、これ全部同じ場所、二次元上の同じ場所で重なっているので、最後は40番なんですが、で、最後の飛行高度が50メートル。で、これから、この再生ボタンですね。これミッション実行ですが、これを押します。で、今すぐ開始をします。そうするとミッションがアップロードされて、100% になったら勝手に離陸します。はい、出ます。開始と喋りますが、これ録画開始の誤りなので、今ウェイポイントの2に向かっています。で、上昇しながら、最初のポイントの10メートル真上に向かって飛んできています。で、もうすぐこれがウェイポイントの3番ですね。で、また、水平距離80メートルの間を高度を10メートル安分して上がりながら、ウェイポイント2番の真上まで行って飛んでいます。
で、またこっちに戻ってきて。で、ちょっとこの画面を映してもらえますかね。うん、ここに、はい、今の機体の位置とウェイポイントの関係とか、そういうものが表示されていますのと、右の下は実際にドローンが撮っている画像に なります。動画が映ってます。という感じで、オペレーターは、このモニターを見ながら、今機体がどんなところにいるのか、確認できることになっています。うん、全部で24分のミッションなんですが、バッテリーは一応満タンで30分ぐらい持つことになってますが、残り2割ぐらいになった時に警告が出るはずで、そうすると、まあ、手動か自動で自動帰還させるということになります。で、ひたすらこれ往復運動を繰り返すだけなので、ああ、そういうことか。今カメラ真正面